じゃあやっていきましょう。はい、じゃあこんにちは、フリースタイルフットボーラートミーです。フリースタイルフットボーラートルです。よろしくお願いします。はい、ということで今日2人からちょっと緊急告知ということで何かあるらしいんですけど、なんと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 トミー&トール VS ワンマンライブ決定しました。はい、ということでですね、はい、そんな9月のですね、30日、はい、渋谷駅、最寄り駅が渋谷駅で、はい、東京ファイトクラブという場所でですね、ワンマンライブをなんと行っちゃいます。はい、ですね、チケット代はですね、カンペ見てます。はい、前売りがですね、2000円。2000円、はい、で、当日が2500円となってます、はい、で、時間はですね、スタートが1時30分からのスタートになります。で、終わりがですね、だいたい4時を今予定してます。ぜひ遊びに来てください。で、まだ情報アップしてないですけど、ゲストパフォーマンスとかいろんな人とコラボレーションとか、当然フリースタイルフットボーラーの罰もあります。はい、罰企画は今日からスタートします。はい、今日当然 VS ワンマンライブということなので戦います。トミーとトールの VS、 今回はチケット販売数を競ってもらいますよ。これは勝ったな。ここでね、はい、わかりました。はい、今回は全国ツアー中ということで、トミーさんもトールさんも全国ツアー中ですもんね。はい、7月の、なんだ、20ぐらいから8月の26。1ヶ月超えてきた。1ヶ月超えてますよ。何やな、あれ超えてますよね、合ってます、超えてますね。説明が雑、相変わらず。トミーさんお願いします。はい、ですね、僕も今全国ツアー始まりまして、7月ですね、7月の、ま、27からスタートしてですね、8月の18日まで、まあ、6件だいたい30箇所近くいろんなところでパフォーマンスをさせていただきます。ということでツアーが2人ともあるということで、ちょっとトールさんは長めのツアーで、トミさんは終わったらそのまま世界大会ということが決まってるんですが、ということで2人のこのツアーの実りをワンマンライブチケットで見たいなと思います。当然罰ゲームあります。罰ゲームを発表します。デレン、ドルル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 ルこれなくなります、これ。はい、これ説明しますよ。うわ、マジもう皆さん、トールのこのメッシュも見納めですよ。そっか、せっかく坊主でメッシュ入れる。ここはなんだろう、ここ坊主にメッシュ入れる。坊主でメッシュ。トミさん、トミさん、はい、トミさんも負けたら坊主っすよ。このね、せっかく茶色になったのに。いや、でも実はね、ちなみにね、高校3年間ね、ずっと坊主だったからね、3年間ね。ああ、3ヶ月に1回自分で勝ってました、こうやって。ね、それやるしかないです。あとでポンって出しとく。トミーの方ちょっと画像送ってくださいよ。前回送ってくれてないから。でも、俺帰れないから。ダメだ。ということで、ただ、ね、いきなりどっちが勝ったか負けたかも分かりづらいんで、3つくらいハードルがあります。まず1個目。2人ともチケットが50枚以上売れなかった場合、2人とも坊主です。マジ？マジ？2人とも坊主です。大丈夫ですか？事務所的に。坊主のツートップ。中からいいです。大丈夫？いいですよ。2個目。今言った50枚をどっちかがクリアして、どっちかが例えばトミーが80枚で、トールが70枚だったら、トールは坊主です。うわ、当然しんど。
100枚以上販売できた場合はご褒美。おー、韓国みんなで行きましょう。おー、年末に行きたいと思います。韓国まだ行ったことないんでね。僕海外行ったことないから。美味しいものをいっぱい食べながら、まあ、いい PV を撮ったり、あのショーをやったりとかしていきたいなと思います。なので頑張ってチケットを売ってみんなで韓国行けるよ。みんなっていうのは、まあ、トミー、トール、そのうちで3人でちょっとバツを取りながら、PV 取りながら楽しくやっていきたいなと思います。はい、極端すぎる。この3つの段階を頑張って考えながらツアーを回ってもらえたらなと思います。はい、ということで、チケットなんですけど、どこで買えます、トミーさん。チケットはですね、まあ、今みたいにトミー&トール VS ワンマンライブって調べていただけるのも、まあ、一つの手なんですけど、まあ、僕たちですね、今ツアー中で今チラシも配っているので、そこからも QR コード載せてあるので、そこからチケットも買うことができます。ちなみにですね、今回のチケット基本的に、ネットオンリーなので、はい、ネットで買っていただく形になります。はい、パスマーケットというサイトで買ってもらえます。で、QR コードもそうですけども、当然今回の動画の概要欄にもパス貼っときますんで、そこから飛んでいただいてチケットを買っていただきたいなと思います。ただですね、チケット、やっぱキャパがあるんで、定員は200名となっております。定員200名、はい、20名から30名くらいはお世話になってるクラネットの方とか見に来てくれるらしいので、そういうゲストを入れたいなと思ってるんで、はい、来ますよ社長さんが。お、何人か、お、予定入れてもらってるんで、はい、下手なことできないですよ。頑張ってこっ。トロさん、はい、最後に一つ言ってくださいよ。絶対来たら絶対楽しめるワンマンライブを作ろうと思うので、来てください、遊びに。トールの髪の毛を守るためにチケットお願いします。漏れなく来るとですね、トールくんが多分動画撮ってくれるんで。そうですね、もうぜひ皆さん一緒に写真撮りましょう。見納めかもしれない。見納めかもしれないんで。やだな。トミーさんもじゃあ意気込みをちょっと。はい、ですね、まあ、フリースタイルフットボールの回ではですね、ワンマンライブやるのがちょっと初めてなの で、 そ う、 です、ね、そうなんです。まあ、初めての試みということで、ちょっとね、不安とかもちょっとどうなるのかなって自分でも思ってるんですけど、まあ、皆さんをですね、楽しませられるようなちょっとワンマンライブにしていきたいなと思ってるので、ぜひね、皆さんね、遊びに来ていただけたら嬉しいなと思ってます。ならないように。ということで、じゃあ、CM 作りましたんで、 CM、はい、合図ください。2人で、なんか合わせて。じゃあ、PV。レッツ PV。では、見てもらいましょう。レッツ PV。